はい、皆さんこんにちは。私、東京共同住宅協会の相談をしております小池と申します。貸し地の専務も今回で7本目になりますが、貸し地はかなり高な内容となっておりますので、ぜひ何かあれば東京課までご相談ください。さて、早速始めていきたいと思います。本日はこちら、じゃん、定期借金の基本9項と何が違うかについて10分にわたってお話をさせていただきます。定期借金とは何でしょう。ぜひ参考にしてくださいね。土地賃貸借、土地は貸したら一生返ってこない、そんなお話聞いたことありませんか。当協会にもそんなご相談が年間数件入ってきております。土地の貸し借りは権利も複雑なため注意が必要です。そんな中、平成4年8月に施行されました新たな制度、定期借地権についてお話をさせていただきます。果たして旧項と何が違うのか。まずははじめに土地の賃貸借についてご説明をさせていただきます。こちらにも記載があるように、借地人さんに土地を使用させる代わりに地代をいただくこと、これが土地の賃貸借です。更新料や承諾料の相談が多いですが、まずはお金をもらって土地を貸していること、そして建物が建っていることが重要です。駐車場や資材置き場も同じく土地を貸して使用しておりますが、経済的な価値が高い建物が建っていることにより借地権は発生いたします。いいですか。重要なことは資材が発生していること、そして建物が建っていることです。毎回同じ内容でご説明をさせていただいておりますが、建物の賃貸借に比べてかなり複雑で紛争に陥りやすいケースが多いということだけ理解しておいてください。それでは始めていきましょう。そもそもなぜ土地の貸し借りは一度貸したら返ってこないと言われるのでしょうか。これは法定更新制度と正当事由があるからです。もう一度言います。法定更新制度と正当事由のためです。では、この法定更新制度と正当事由とは何でしょうか。法定更新制度は、こちらにもありますように、建物がある場合に更新について合意がなくても自動的に更新してしまうものです。さらに、正当事由。これは、地主さんと借地人さんが土地を利用する最もな理由を比較して検討していきます。例えばですが、土地を使用する事情を地主さん、借地人さんで比較して天秤に乗せたとき、どちらが重いかといった内容です。よーく考えてみてください。そもそも土地を貸している地主さんは、ご自身の居宅の土地ではなく、空いたスペースがあったからこそ借地人さんに貸し出しております。借地人さんにとっては居宅が多く、生活の基盤、どちらが重いのか、それは歴然としております。つまり、土地使用を継続している場合は、なかなか地主さんの主張が通りにくくなってしまい、仮に借地権を返還していただく場合でも、財産上の給付が必要となってきます。果たして財産上の給付とは。これは多額の資金を借地さんに支払わなくてはならないのです。あくまで法律は貸主より借主を保護したものとなっております。しかし、地主さんの中では土地を貸してしまうデメリットがあまりにも大きいため、近年土地の貸し借りについて新たに行う地主さんはいなくなってしまいました。当たり前です。土地を貸したら二度と返ってこないような制度であれば、人に土地を貸すことはリスクが大きすぎます。仮に地主さんに土地を貸したいといったニーズがあったとしても、誰も賛成していただければないでしょうか。そこで、平成4年8月に施行された定期借地権について、この更新制度の適用がなく、かつ正当事由もなく、立ち退き料が不要となりました。ですから、お互いに決めた借地期間が満了すれば、土地を明け渡さなければなりません。借地人さんにとってリスクが高いと思われるかもしれませんが、本来契約で定めた期間があるのであれば、それに従い、期間が過ぎたのであれば返還する。当たり前のことではありますが、今までの旧法ではそれが当たり前ではなかったのです。この部分が是正され、借りたものはきちんときれいに、さら地にして返すことになりました。ではこの契約、いつから有効になるのか。
それは法律が施行された平成4年4月1日以降の契約に限られます。よく平成4年8月1日以降であれば、継続している借地についても変更が可能かどうかという質問を受けますが、それ以前の契約であれば、旧法が適用されますので注意が必要です。こちらにも記載がありますが、あくまでも継続している借地であれば、一旦合意解除の上での定期借地契約が必要となります。合意解除とは、地主さんと借地人さんが合意しないといけません。一方的な通知によってはできませんので、このような切り替え自体、なかなかできないことをご理解ください。私自身も多く貸し相談を受けてきましたが、定期借地権への変更は一度もありませんでしたので、かなりレアなケースと思ってください。ではなぜか。借地権はある意味半永久的に続きます。それが定期借地権に切り替えることにより、期間が決定してしまうことになります。これは地主さんから見れば非常にメリットはありますが、逆の立場の借地人さんから見れば、建物を取り壊して明け渡しをしなくてはならず、かなりの負担を強いることになります。相手方がどのような状況に陥るのか、よく理解していただけると、定期借地権の切り替えの難しさがわかるのではないでしょうか。続いて、定期借地権を設定する際のお金の話です。借地権の設定の際には、よく権利金という言葉が出てきます。権利金は、借地権を設定する対価として、借地権相当額がかかってまいりますが、実際にはそのようなお金をもらったことがない地主さんが多いと思います。権利金の授受がない中で、自然発生的に借地権という権利だけが付着し、地主さんたちはそれに苦しめられております。借地権を買い戻すときは、借地権の価格になってしまい、納得できない地主さんも多くいるのではないでしょうか。この件については改めて当協会にご相談ください。戻します。定期借地権ではこの権利金の他に保証金という制度があります。権利金は通常の借地権価格ではなく、一般の更地の1割から3割程度の金額となり、保証金も同額となります。権利金と保証金の違いは、権利金は返還義務がありませんが、保証金は返還義務が発生します。であれば、権利金の方がいいと思われるかもしれませんが、現状ではなかなか権利金を支払う方も多くありませんので、どのような土地を貸されるのか、どのくらいの土地を貸すのか、ぜひ専門家の方々と相談してみてください。また、保証金は解体を賄える金額とプラスの設定が多いようで、それを運用に回している方もいるようです。ただし、注意が必要なのは、あくまでも返還義務がありますので、保証金を使ってしまうことは避けてください。続いて、地代について、一般の旧法の借地権に比べますと、高い水準に設定される方が多いです。ただし、借地人さんからすると、住宅ローンにこの地代が上乗せされることになりますので、どの程度であれば許容範囲なのか、事前に検討が必要でしょう。次に、定期借地権の種類について。定期借地権については、活用方法に従って3つの種類に分かれております。一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付き借地権です。それでは、おのおの、どんな借地権なのか順を追って説明いたします。まずは一般定期借地権です。こちらは一般住宅用で存続期間が50年以上と定められております。当然、契約を更新しない旨の特約が必要となり、さらに、建物を再築しても存続期間を延長しない旨の特約も必要となります。また、50年経過後、引き渡しの際に建物の買取をしない旨の特約が必要です。さらに、定期借地権の場合には、公正証書等の書面によることが必須となります。このように、定期借地権では、借主に事前の説明が必要であり、きちんと理解をされているからの契約となります。続いて、事業用定期借地権です。こちらは、もっぱら事業用に業する建物で、存続期間は10年から50年。そして、公正証書での契約となります。事業用ですから、基本的には店舗やオフィスビルなど、商業用の建物がメインとなり、マンション等は一般定期借地権となります。
さらに建物譲渡特約付き借地権ですが、こちらについては借地契約をしてから30年以上経過した日に地主さんから借地人さんが建物相当の対価で譲り受ける契約となります。こちらは確定期限付き売買契約の締結、または将来の売買予約契約を締結するなどが必要です。ここまで一般定期借地権、事業用定期借地権、そして建物譲渡特約付き借地権についてご説明をさせていただきましたが、建物譲渡特約付き借地権についてはほとんど使われないケースが多く、定期借地権を設定する際にはぜひ当協会にご相談いただけますとよろしいかと思います。借地権の設定は長きにわたり土地の使用方法を固定化させてしまいます。ご自身の世代だけでなく次世代を含めた検討が必要となりますので、どのような土地活用が一番ご自身そして次世代にとっていいのかをよーく理解してから実行に移すようお願いいたします。さて定期借地権の注意点についてですが、一般の借地権に比べて地代の増額がしにくい、更新料がない、増改築承諾料もない、譲渡承諾料もないことが多いです。地代はもともと設定時に通常よりは高い地代を設定することが多く、値上げに関しては借地人さんの反発が出るケースが多いようです。昨今、高速効果、物価上昇率、経済指標等が上がってきておりますが、借地人さんからはなかなか同意が得られません。また、定期借地権は更新がない契約なので、当然更新はありません。実際に満了したケースがないのですが、50年経過後に更新をしてしまうと新たな紛争の火種になる可能性がありますので、ご注意が必要です。さらに、建て替え承諾料についてもいただくことはできません。定期借地権はその期間中、借地人の意向により、好きに土地を活用ができてしまいます。仮に建て替えを希望した場合でも、期間中であれば承諾料をいただくことは難しいでしょう。最後に、譲渡承諾料についてもいただけないケースがあるようです。契約書に明記しておくなど、事前にきちんとご説明をしておく必要があります。いずれにしても、契約書をどこまで盛り込むのか、何かあった場合の契約書です。契約書の大切さをぜひご認識ください。ここまで定期借地権のお話を10分にわたってお話しさせていただきましたが、定期借地権の登記について少しだけお話をさせていただきます。定期借地権は期間満了後、土地を更地にして戻ってくる契約です。旧法の賃借権は貸したら二度と戻ってこない契約でした。そういった意味では登記をすることにより、地主さんは借地上の建物が借地権付きの建物として売買等により第三者に譲渡されたり、競売等により第三者に所有権が移転してしまっても、最終的にはその借地権が定期の借地権であることを、その譲受人や契約人等の第三者に対抗することができることから、登記することが望ましいと思います。ぜひ参考にしてください。ここまで定期借地権についてご説明をさせていただきましたが、この制度も平成4年に出来上がって、まだ一般定期借地権では期間を満了した方はおりません。このような契約の中で様々な問題が立ち上がり、次第に整備させていくことと願っております。ぜひ、地主さんも本日の内容をご参考にしてみてください。また何かご相談事がありましたら、お気軽に当協会までご連絡をいただければと思います。お時間になりましたので、私の話はこれ終了となります。ご清聴ありがとうございました。